続いては26市町村宮崎元気プロジェクト、今週は西メラソンウィークをお伝えしています。今日は学校対抗選手権とのコラボ企画として、西メラソンの小中学生がフリースローに挑戦しました。学校対抗〇〇選手権バスケットボール編、現在トップは4チームが4回で並んでいます。今週は西メラソンウィークということで、こちらトレーニングセンターで西メラの小中学生に挑戦してもらいます。まず挑戦してくれるのは浜砂貴彦選手です。よろしくお願いします。お願いします。西メラのいいところってどういうところですか？ユタートの鹿のカルパッチョがうまいところです。野菜とお肉がとても合うからです。と2回決めたらカルパッチョ食べさせてね。浜砂選手の挑戦です。1本目、さあどうか、さあどうか、おお、綺麗に決まりました。うまい、とても嬉しいです。次入れば約束してたカルパッチョですけど、どうですか？絶対日本決めたいです。では浜砂選手2本目、今度はあー惜しい、わずかに外れてしまいました。残念ながらカルパッチョには届きませんでしたけど、とても悲しいです。一本決めだから勝ってもらいます。続いて挑戦してくれるのは浜砂歩夢選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。西メラの素晴らしいところ、自慢できるところっていうのはどういうところですか？自然が豊かなところと村民全員が優しいところです。その優しい村民の皆さんが見守ってる前で、これから何本フリースローを決めたいですか？とりあえず1本は入れたいです。1本でいいの？0本はなしにしたいです。歩夢くん頑張れ、頑張れ。それでは浜砂選手の挑戦です。1本目、さあどうか、さあどうか、おお、これも綺麗に入りました。2人ともすごい。0本ではなくなったので少し安心です。この勢いであとどのくらい決められるそうですか？もう1本決めたいです。浜砂選手2本目、次はどうか、次はどうか、あーっと、ここは大きく外れましたが、皆さんから大きな拍手が送られました。いい思い出になりました。どういう進路に進むんですか？海洋高校に行きたいと考えています。環境を大事にしてみんなの役に立てる漁師になりたいです。ということで今回の記録は1回でした。これからも魅力いっぱいの西メラを大切にしながら、それぞれの夢に向かって頑張ってください。2人ともすごい。西メラは自然が豊かで村民が優しいです。地名もとても美味しいです。ぜひ西メラに来てください。待ってます。